歴史的文献探索。かの宗教改革者、マルチン・ルター、1483年から1546年、が、信者に警告した、問題ある特定の人々について、マルチン・ルター、その8、モーゼまでも裏切るとは。ユダヤ人は、常に、モーゼが、違法人に対し、氷菓子を営むことを彼らに許可したと公言する。 すなわち、新名期2320、違法人には、利息を取って貸してもよい。ただ、兄弟には、利息を取ってはならない。これは、あなたが入って取る地で、神があなたのすることに、祝福をお与えになるためである。と、これ以外に、彼らに、有利な証拠は何もない。この点については、実は、以下のような、正しい回答がある。 世には2種類のユダヤ人またはイスラエル人が存在する。第1種の民は神がモーゼに命じたごとくモーゼに導かれてエジプトを出てカナンの地に入った者たち。彼らに対してモーゼは神の戒律を与え彼らは外国に出ることなく彼らの国土でひたすらメシアの到来までその戒律を守り続けていた。 第二種の民はモーゼのユダヤ人ではなくローマ皇帝支配下のユダヤ人である彼らは統治者ピラトの時代のユダの地に起源を持つピラトが法廷の場でキリストと呼ばれるイエスについて世はどうすべきなのかとユダヤ人に尋ねた時彼らは叫んだ彼を十字架にかけよ十字架にかけよとピラト曰く お前たちのの王を十字架にかかけるのか彼らは叫んだ皇帝以外に我らは王を持たぬとこのような皇帝への服従を神はユダヤ人たちに命じたことはなかったが彼らは自発的にこれを誓ったのであるただその後すぐに皇帝が服従を命ずると彼らは反抗して歯向かいもはや進化であることを望まなかった そこで皇帝はユダヤ人たちをエルサレムから追放し彼の完全な領土の中に分散させそこで彼らは従わざるを得なかったのである現在ユダヤ人の中にグレン隊がいるのはこうした事情によるものである彼らグレン隊のことはモーゼは何も知らないグレン隊のユダヤ人たちも彼について何も知らない彼らは モーゼのの一説も暗唱していないなだから彼らはまずカナンの地に戻りモーゼのユダヤ人となって彼の戒律を守りつつ異教徒や異邦人たちを平定せねばならないその地で彼らは異邦人たちが許容する限りにおいて氷菓子を営めばいいのだだが彼らがローマ皇帝の領土である外国にいてモーゼの教えに従わない以上 あるいはモーゼの戒律に従うようになるまでは第二種の民として彼らは自ら誓ったとおり皇帝の法を守り彼らより身分が上位の方たちに逆らって氷菓子を営むべきではないというのは彼らが所有すべき土地あるいはイスラエルの国とはカナンの反対側の岸だからであるこれに対しモーゼはエジプト人やバビロニア人もしくは 他のどんな国民の下へ送られたのでもなく、自ら、神明期の中でしばしば述べているごとく、エジプトを出て、カナンの地に連れてこられただけなのである。だから、彼らは、そのヨルダン川の反対側に所有するとした領土において、そうした戒律を守るべきである。ただ、ほとんどモーゼによって作られた聖職者たち、諸儀式、広告君主の権力に関する限り、それらは、 もはや1400年以上も前に崩壊してしまったが、その時代以前に存在したモーゼの立法もまた崩壊し、終わりを告げたことは確かであるといえる。それゆえ、皇帝の下でのユダヤ人たち、第二種の民は、皇帝の法によって扱われるべきであり、すでに、この1400年もの間、一人も存在しなかったモーゼの第一種の民のように扱われるべきではない。彼らは モーゼによって氷菓子を許された自分たちの国土を持たず、まして、外国の領土を持たないからだ。最後に、若く頑強なユダヤ人たちには、麦打ち用の、カラザオヤオの、踏みすき防水が与えられて、アダムの子たちに課せられているのと同様に、鼻に汗して、自分たちのパンを稼がせるべきである。創世紀3、3の19、あなたは、 顔に汗してパンを食べ、ついに土に帰る。あなたは土から取られたのだから。あなたは塵から生まれたから、塵に帰る。と、彼らは、かくも神聖なる民族であるのに、ストーブの後ろにいて、怠けながら、我らのパンを貪さぼりくらい、さらに、自分たちがキリスト教徒のご主人様であるなどと、ほらを吹きつつ。 我々が呪われたごイむ非ユダヤ人であると見下して、額に痩せして働かすべきである、などということを許しておくべきではない。彼らの怠惰は、彼らの過去からもたらされるものなのである。ただ、彼らが我々に奉仕させられたり、働かされたときには、彼らは、我々、我々の妻、子供たち、召使い、家畜などを身体的に傷つけるかもしれない。彼らは そのような労働に慣れていないいわゆる世界の高貴な王公たちと揶揄されるところの有毒なウジ虫どもは呪われたゴイム非ユダヤ人たちの下で自分たちを癒やしめることは強く意味嫌うであろうから我々はフランスやスペインボヘミアよびその他の場所での諸国民のユダヤ人に対するごく当たり前な知恵を採用しようこれらの諸国民たちはユダヤ人たちが 氷菓子によって貪り取った額を計算し、それを正規の国民に平等に分配したのである。その上で、彼らはそれらの国から追放されたのである。前述の通り、彼らに対する神の怒りは非常に大きいので、穏やかな慈悲によっては、彼らはより罪深くなるだけである。苛烈な仕打ちによってこそ、少しはマしになるのである。 それゆえ彼ら外国人を追放するべきである。事前さえ我々の富から。ユダヤ人たちは多額の金を政府に納め、それによって政府の役に立っていると言われているとのことである。それはその通りである。ただ彼らはどこからのお金で納めているか。それらは彼ら自身のものではなく、ユダヤ人たちが氷菓子によって 統治者及び臣下たちの財産を奪い、それで納めているだけである。かくして、統治者は、ユダヤ人を通して、結局臣下たちから取ることになる。つまり、臣下の方たちは、ユダヤ人たちのためにお金を出さねばならず、お金を巻き上げられる災難を被っているのだ。こうして、ユダヤ人たちは、我が国の中で、自由に嘘をつき、悪態をつき、 呪い、盗みつつ居座っていることができるというわけなのだ。彼らがあらゆる種類の悪徳をなすべく、この国に滞在していることをみすみす許しておくべきではないはずだ。また、我々がバカにされ、彼らにお金を与えるために、あちこち花面を引きずり回される様子を、ユダヤ人たちが高笑いしている事態も許すべきでない。それら以上に、彼らは我々の汗と、 気によって金持ちとなり、他方、我々は貧しくなっていき、干からびるまで彼らに吸い取られているのではないのか。もしそれが正しいなら、以下のことも正しいことになる。すなわち、召使い、客、あるいは捕虜が、毎年、彼の主人二フ風呂を与え、その代わりに千フロ0風呂を盗むようなことが。召使いと客は、すぐに金持ちとなり、 雇い主と主とと人は短期間にとなるであろうユダヤ人たちがたとえそのような金額の金を万が一にも自分たちの財布から役所に与えることができたと仮定してもそれはありえないが彼らはそれをいいことに自分たちの街道で我々のキリストについて嘘をつき中傷し唾を吐き 呪うことが堂々と保護される権利を我々に認めさせようとするのである。その上、彼らは我々の上にありとあらゆる不幸、すなわち我々全員が傷つけられ、我らのハマンや皇帝、君主、王、諸侯、妻そして子供たちと共に滅亡するのを望み、またキリストや全キリスト教会、我々の統治者、そして 妻や子供たちが哀れなまでに安売りされる、あらゆる不幸が降りかかることを望む、そんなことまで保護されることを認めさせようとするのだ。裏切り者のユダヤ人たちは、我々よりも、ずっと、成人の価値があるかもしれない。ただし、ユダヤ人たちが、年に10万風呂を寄進してくれることができればの話ではあるが。それでも、我々は、 彼らがキリスト教徒を冒徳し呪い唾を吐く権利を認めたり彼らに氷菓子を営むことを許してはいけないそんなことをすれば我々は自分たちをあまりに安値で売り渡すことになってしまう全キリスト教会と我々全員が自らの金によって買収されまたそうした金により 風な人々や領主たちの頂点に立つに至ったユダヤ人から悪口を言われ呪われ軽蔑の笑いにさらされるといったことを許すのならそれは我慢の限界を超えている悪魔とその死者全期第二種のユダヤ人にとってそれはなんと楽しいことであろうかまるで小豚に歯をむき出す雌豚のように彼らが我々をバカにして鼻先でせせら笑うに近い だがそうしたことは神の御前ではまさに天罰に値することなのだ。